二宮和成、目黒蓮。スター集結でも大苦戦の夏ドラマ不評の駆動感作品だけじゃない嘘でしょがっかり場面。早いもので、もうすぐ8月。地上波テレビでは、嵐二宮和成、41主演のブラックペアンシーズン2、t b s 系日曜夜9時からやスノーマン目黒蓮、27主演の海の始まり。 フジテレビ系月曜9時からなど多くの夏ドラマが放送されている。そこには数多くのスター俳優が集結しているのだが、視聴率は苦戦していて。今、テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率が、夏ドラマは全体的に振るっていないんですよね。ブラックペアンだけは好調ですが、理由としては、 好きな時に見られる TVer など配信サービスの普及に加えて最近の視聴者は推しの俳優が出ていたとしても脚本や演出が悪いと視聴を止める傾向にある放送前は期待作の一つだと言われていた新宿野戦病院フジテレビ系水曜夜10時からなどがそうですよね制作会社関係者小池栄子43と中野大が 31がダブル主演の新宿野戦病院は新宿歌舞伎町にある病院を舞台にした救急医療エンターテインメントドラム。脚本をヒットメーカーの工藤官苦労し54が担当するという点で大きな注目を集めていた。工藤官がフジテレビのドラマ脚本を担当するのは2001年のロケットボーイ以来23年ぶりでもあった。宮藤氏は 今年1月クール放送の不適切もほどがある。TBSK が大きな話題となり、視聴率の面でも大成功したばかり。それだけに、新宿野戦病院の成功も間違いないだろうとも思われていましたが、第3は7月17日がコア1.8%、ビデオリサーチ調べ、関東地区、とかなり厳しい状態になっています。 TBS ドラマと比べて、主には演出のテンポが今一つなこと。小池さん演じる主人公よ小西フリーマンの英語と岡山弁を織り交ぜた独特の発音に難色を示す視聴者が多いですね。全同。脚本と演出が合ってないコメディテイストの脚本をなんで普通の会話に寄せてる ?TBS で作った方がいいで会話のテンポが単調でメリハリがないもったいない。 日系二世のアメリカ人で L と R の発音が逆とかありえないからなあまあしょうがない。けれどもさ。きっとあの違和感のある英語には意味があるんだろう。それにしても、しじゃかめっちゃかだ。テンポが悪い。多分同じ脚本でも TBS だったらもっと面白かったんじゃないのかな。といった、富士テレビではなく TBS で制作されていたら面白かったのでは。 という声が多く寄せられているのだ。新宿野戦病院で言えば小池さんの英語もそうですが、他の夏ドラマも嘘でしょと声が出てしまうようながっかりな迷場面がある作品が多く、そういった作品はやはり数字が取れていな傾向にあります。間違いなく若年層を狙っているであろう、南くんが恋人。テレビ朝日系火曜夜9時からにも、 厳しい声が寄せられていますね。どう南くんが恋とは主演がイヌマーイ。二十を相手役がファンタスティックスヤギ雄星。二十七の人夏の甘くほろ苦くて、ちょっと懐かしいホームラブコメディー。原案である内田春菊氏のコミック、南くんの恋人、セーリンドは1990年の石田光52、52番に始まりこれまで4度実写化されており、今回で5作目。 従来はく君の恋人が15センチになってしまうという設定だったが、今回は恋人の南君が15センチになってしまうと、立場が逆転している。